皆さんこんにちは。今日は私は今週予定されている講演会の予行演習と溜まっていた論文の執筆をいたします。ただこれも夜に一気にやってしまいます。日中はいい空気を吸いに、また今日も奥入瀬渓流と十和田湖へ出かけてきます。そしてリフレッシュしてから作業に一気に入ります。それでは行ってきます。